兵庫県教育委員会は18日、東播磨道の延伸工事に伴い発掘調査中の総採石、加古川市八幡町総社で約1800年前の集落跡が見つかったと発表した。直径8メートルの円形住居など、縦穴住居が5棟確認され、火を、記事全文を読む。